マッサージ師の癒しおふじです。僕が読んだ3000冊の本の中から健康に関する本をご紹介します。今回は足首を回せば不調が消えるです。では本書の結論。足首を動かし回すだけで可動域が広がり、全身の関節も柔らかくなり、体の歪み、心のモヤモヤ、不調が消えていきます。では詳細を補足していきます。体は関節が自由に動けて柔軟性のある状態が理想です。関節が硬く、可動域が狭くなっていると、体が自由に動かせず余計な負担となっています。臨床的には左右の足首の差というのは良くないというのと、あと治りの遅い患者さんは足首が硬いという点が挙げられます。足首の周辺には治療で有効なツボが集中しています。今日は2つのツボをご紹介します。まず1つ目がですね、全身の不調改善に太経というツボがありまして、内くるぶしですね。内くるぶしとアキレス腱の間です。ここです。はい、ここが太経で、これは腎の経絡で、腎の原血ですね。腎機能の改善ね、むくみとか、あるいは不調改善にもいいとされています。それからもう一つがですね、崑崙というところで、これは外くるぶしです。この外くるぶしとアキレス腱の間のここです。ここが崑崙というツボがありまして、これはふくらはぎの症状とか、腰痛にもいいですね。あと頭痛にもですね、こういうとこ使うんですね。頭痛の治療などでも使えます。これは膀胱系ですけども、はい。で、この2つの、特効ツボがありますので、ぜひこちらも活用してみてください。では、1回まとめますと、人間の、首、足首、手首、その首の周辺には重要な治療ポイントがたくさんありまして、で、その周りにツボもいっぱいあるんですね。ですから、そういったツボも上手に利用して、また体調管理に役立ててみてください。ではまた。バイバイ。